摂津三田教会は、兵庫県三田市にある、元日本組合キリスト教会の教会で、現在日本キリスト教団の教会である。摂津第一神戸公会で最初に洗礼を受けた人物は、大半は、三田藩の関係者で、慶応義塾出身者であった。1872年、三田藩旧藩主の久喜隆義が有馬に秘書に来ていた、ジェローム・デイビスを訪ねたのがきっかけで、 三田伝道が行われた。久喜高義をはじめ、氏族が中心になり、摂津第三キリスト公会が明治八年七月に設立された。最初の洗礼者は十六名であった。洗礼式の司会者は新島城であった。参加者は二百五十名で、会場は旧藩宿期邸宅の大広間であった。後に三田藩の求人屋後に教会堂が建てられた。 摂津三田教会の三田藩士のほとんどは、三田から神戸に出て、宇治野村英学校、神戸女学院、神戸教会などの関係者になった。1883年に、何は教会の牧師だくさんほらが、有馬温泉で休養した時に、摂津三田教会の沢も吉牧師から伝道の招聘を受けて、8月3日より5日まで伝道礼拝を行った。たくさんの説教で、 セッツミタ教会にリバイバルが起きた。1941年に日本キリスト教団に所属して日本キリスト教団セッツミタ教会となり、今日に至る。たくさんほら148から149ページ。ありがとうございます。